では、次に、二進法で個数を表現することを勉強します。四進法を勉強したので、二進法も同じ考え方でやればよいので、勉強する必要がないといえばないのですが、二進法は、コンピューターの動作に応用されている大切なものなので、慣れておく必要があります。二進法は、2個集まるごとに、その塊を、一つ大きな桁として書いていくものです。たった2個で新しい桁になるのですか？そうなのです。はじめはちょっと変な感じがしますが、早速、少しやってみましょう。具体的に、十進数の、1,2,3,4,5 を、二進数で表してみましょう。1は、1です。2になると、新しい桁を使いますので、1,0となります。3は、1,1,4 は、もう桁が上がって、1,0,0となります。5は、1,0,1となります。この後も、このようになっていきます。なんだか、忙しいですね。二進法なんて必要ないように思えてしまいます。はい、そんな気分になりますよね。二進法がなぜ必要なのか、理由は次のようです。コンピューターというのは、大変多くの電子スイッチが、高速でオンオフすることによって、計算などの動作をする仕組みになっています。つまり、オンが1、オフが0というわけです。この仕組みが、まさに二進法と同じものになっているのです。だから二進法は重要だと言えます。逆に言うと、二進法を考えるとき、このように書くのではなくて、たくさん並んだスイッチを考える方がすっきりすることも多いです。具体的にやってみます。この4本の信号で見てみます。まず、全部0の場合、そして、右端だけが1になる。そして、0010。そして、0011。そして、0100。0101。一つの桁に入れるのは、0と1の2通りですから、この場合は、2×2×2×2 で、16通りできることになるわけです。つまり、0から15までの数を表すことができるというわけです。ちなみに、8桁なら、2の8乗となり、256通りできますので、0から255までの数を表すことができることになります。では、早速、二進数を十進数に変換することを考えます。変換の考え方は、四進数のところで勉強済みですので、ここでは、ざっくり説明していきましょう。二進数で、1,0,1,1,0,1は、十進数ではいくらになるかを考えます。こっちから、2の0乗、つまり、1の位、2の1乗の位、2の2乗、つまり、4の位、2の3乗、つまり、8の位、2の4乗、2の5乗、となっているので、このように式を立てることになります。計算すると、結局、45となりました。四進法の時と同じイメージですね。では、反対に、45という十進数を二進数に変換してみます。四進法の時と同じように、このような計算をします。こうなりました。こっちから読むのでしたね。1,0,1,1,0,1。元の二進数に戻りました。終わり。